おはようございます。お疲れ様です。マハスピード放送局の片鳴らしです。よろしくお願いします。いやー、チャーハンまずかったね。まだ言ってんのか、俺まだ言ってんのか。下手だったね。不満があるんだよな。なんでまず、俺も正直言って、あの時食べた時、ちょっとあんまり美味しくなかった。自分で、正直言うと。でも、ちょっといつもの感じではないな。何かを間違えたのかもしれない。そうなんだ。うん。何だったんだろうね。まだ分かんないんだ。もう1週間以上経つけど。何も間違ってなかったよね。で、今までの作り方が。動画上では切ったけども、まあ、アビコイ枠、油が酸化していたんじゃないかという説があるから。え、動画上切ったの？動画長くなっちゃうから、そこは。いやいやいや。恥ずかしくないように切ってるだけじゃん。自分が。あるよ、ちゃんと入れときゃいいじゃん。いや、でもまあ入れてもいいんだけど。全部入れりゃいいじゃん。結構あそこの説明が長かったから、もういいかなと思って。もうその、切って、短くすりゃいいじゃん。ダメな。じゃあそこだけ追加しようかな。負けたいよ。まずかったな。うるさいな、いつまで言うの、それ。ずっと言われるじゃん。だって別に油じゃないもん。油の酸化してんからまずいっていう感想じゃないもん、だって。味が薄い。味が、そっか。ペチャペチャしている。ペチャペチャジャーからすくっている。で、ジャーからすくってねえんだって。すくっているって言っちゃってるから。すくったような味が。黒胡椒が使っている。別にそこに酸化でどうのこうのはなかったけどね。べちゃべちゃしてなかったでしょうが、別に。なんでしょうね、あれ。なんなんだろうね。ピラフみたいな。ふんわりしてたら、なんかね。ふんわり目指す。まあ、じゃあ、パラパラ、しっとりだから。パラパラ、あ、しっとりなんだ。そう。あ、それが、ジャーから作ったみたいな感じがあったんだね。焼きが足りなかった。そこに酸化って、あれはなかったけどね、別に。油が酸化、臭いなんか、油の臭さ出てるみたいななかったよね。そういうことではなかった。うん。なんだろうなぁ。味が、そっか。解明したいよね。まあ、味が薄かったのか。醤油だな。醤油は入れた方がいいんだな。で、醤油だって味付けのために入れてるわけじゃないからね。だってあれ。なんだ、香ばしさだから、最後。はいはいはい。うん。鍋の横に、ジャッとこう。最後醤油を焦がした香りをファッとつけるのが、でも香りがどうのこうので、黒胡椒入れてたじゃん。入れた、ね、醤油入れるところ、いやほん焦がし醤油がちょっと黒胡椒使ってるチャーハン屋さんがこれもし見てたら、ものすごい失礼なこと言ってるから、ありえるから一生交わらないんじゃないか、行かないから俺使ってるものはあると思いますよ。難しいな、チャーハンは奥が深いな。あなたちょっと第2弾なんか楽しみにしててください。また何かやるんで。やるんで。あれはどんなに評判が悪くても。お願いしますだろう。やるつもりでいるんで。必死に編集するんだな。自分がダサくないように。本当に嫌だよね、あれ、編集。もうさ、自分、ちょっと試しにさ、もう、なんつうんだろう。何？もうどんだけ自分が惨めになるか作ってみたら、もう、どういうこと？もう全てを、どんだけ題名から、もうサムネから、大風呂敷というか、もう本当に、いや、大風呂敷こんな負けたら、生きてられないぐらい、普通の人だったら、今もう30、40だっけ ?40歳、39だよ、39、間違いない、39歳になったからまだた、耐えられるけど、俺がもう小6ぐらいだったらこれ耐えられるんだよっていういや、すでに耐えられないよ。現時点の動画でも、現時点でも動画でも、だって小6情報ツッコミ的なね、テレポンちょこちょこ入れてるから、どうしてもそこに入れ、なんか解説とかしてんのも、なんかうざいみたいなことを自分で入れなきゃいけないわけですよ。それはね。でしょ？で、それ辛いですよ、やっぱり。なるほど。はいはい。じゃあ、うざいとかにしなくていいよ。頑張れとか。自分で作ってんだから。あ、もういいのか。負けないぞ。俺が頑張れ。
あくまで俺目線のメッセージを、うん、あ、なるほどね、うん、全然いけてるよ、全然やればできる、やってんだから普段からとか、なるほどねとか、あのそうそうあの日々を忘れるな、あの日々を忘れるな、100回を、うん、100回頑張ってる、鉄鍋だったら負けないぜとか、鉄鍋だったら負けないぜ、フフフフフフフ、引っかかったな、いい君だあんたとか、なるほどね、いや負けんだから、いや負けんだから結果は分かってんだからいともないじゃない、悔しいなぁ、畜生、まあ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 いいですよ、また第2弾ね、チャーハン第2弾って何なの、いや、ま、じゃあまあチャーハンはもういいから、なんか別の料理で、え、よくそんなこと言えるな、チャーハンなんて俺だって、うん、俺チャーハン好きになったのが、ええ、3年前ですから、なんか言ってたよね、はい、一時期チャーハンが最近ハマってる、ね、最近とかじゃなくて、だから今まで、うん、あんなもん金出して食うもんじゃないと思ってたのよよく言うよな、そのいろんな理由があってね、チャーハンには、うんうん、それがようやくチャーハンって美味しいんだって思ったのが3年前で、うん、そっからちょろちょろ料理でチャーハンたまに昼ぐらいにちゃっと作るようになったぐらいのものを、なんでしたっけ、あの時最初中学生の時から俺は中学生から僕は作ってるんで、チャーハン歴は本当は本当は、わ、覚えてん、中学だ、高校とかそのぐらいから、僕の高校の18だから大学1年ぐらい定かじゃないよ、俺覚えてないでしょ、自分がいつからチャーハン作り出したかなんていや、わかんだろう、それは。中学と大学1年じゃ全然違う。中学の時にも一度ぐらい作ったことはあったはず。なるほどね。あ、一度ぐらいのあんな、まあまあいいけどさ。まあまあ、中学から作ってる。そう、初期はね。のに、うん。いや、正直大差よ、あれ。まずいんだもん、だって。何の回なんか、しつこく言われるって何なん？まずい。思い出して、もう一回。だから、はい。だってさ、じゃああれ、お店に行ってさ、お店の味って言ってたけどさ、うん、お店の味だったよ、あれ。俺もどこだその、駅前の中華料理屋、うまそうやなぁと思って、ガラガラガラって入って、うん、半ちゃんセット。半ちゃんラーメン。半ちゃんセットください。うん、で、チャ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 。で、まずあの、色のないやつポンって出されて、うん、あれと思って、うん、あれって、口に運んでみ、怒らない？しつこいなぁ。どうなの？半ちゃんセットじゃダメだわ。何言ってんの？逃げ道ができちゃう。もうチャーハン。あ駅前。ラーメンない？ラーメン、もうラーメンの汁、なんかもう、ラーメンの逃げ道なし。ラーメン。チャーハン頼んだの。チャーハン頼んだ。辛いでね。腹減ったなぁ、うん。駅降りて。うん、どっかない、ああ、町中華、ふむふむ、いいな、うん、こういうところのチャーハン、好きなんだよ、はいはいはいね、好きなんよな、好きなんよな、ほうほう、チャーハン850円、うーん、高いな、ラーメン650円、チャーハン850円、ちょっと高いな、うーん、でもチャーハン食べたいな、お、写真見たらいいな、俺が好きそうな、いい色の、グリーンピースが乗ってるやつや、お店はなんとか飯店みたいなとこ、三大元、ああいいね、うまそうだね、町中華だね、絶対ね、三大元、三大元、三大元、麻雀の屋、スケベトベトよ、麻雀の屋、いいね、スケベトベトじゃないとダメ、うん、いい、最高、ラー油もいいね、ラー油もう酸化してるから、ああいい、どこ行け、爪楊枝、はい、もう一つ買ったやつもういっぱい、ああなるほど、戻してやる、醤油なんか固まっちゃって、いいでしょ、いいね、うまいんだからそういうところが、うん、さ、塩塩米入ってる、うん、米つまいあるある、うん、あるね、いいいい、うん、いいじゃない、じゃあ大将、うまいんだから、はい、うん、チャーハン一ついいですか、はい、どうぞ、おいよチャーハンとこうまいんだよ、これはね、そうですね、こうやって米はね半分チンするんだよ、あ、そうなの、うん、で、これ一回卵かけご飯するんだけど全部は混ぜない、へぇ、で、ここで使った油、これうちの継ぎ足しの油、でもこっから勝負だから、いくよ、チャ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 
胡椒だけ。ガリ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 。黒胡椒だよ。ガリ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 。ガリ。チャンチャンチャン。どうぞ。あ、おはようございます。薄いやつよ。はぁ、結構色白い。醤油入れてないですもんね。醤油入れない。醤油は、味はな。うん、そういうのありだから。うん、あ、黒胡椒の香り。黒胡椒の香り。入れてっから。うん。うん。850円。もう一回いけ。お客さん。なんだこのシャ。味がしねえじゃねえか。いや、850円。お客さん、850円。醤油入れろ。醤油はまあ、香りなんだ、あの、うちの師匠が。ちょっと醤油の香りがないと食欲わかんねえだろうが。いや、うちの師匠が。なんだこの胡椒は。いや、うちの師匠がだって。白胡椒だろ。うちの師匠が。うちの師匠呼んでこい。うちの師匠。どういう作り方？もっと炒めろ、これ、お前。足りねえだろ、2分じゃ、お前。全然ジャーカレ入れたもんで。火力弱えんだよ、おめんとこの。ジャーカレ入れたもんで。ジャーカレ。フライパン振ってたら何なんだ、さっき。ジャーカレ入れるな。すいません。じゃ、炒めろ、チャーハンをバカ野郎。いや、だって。やめろ、こんなコント。ああ。くだらない。ああ。くだらねえんだよ。もういいよ。もういい。払わないだろ。いや、それは、まあまあ、確か850円の価値はない。いくらぐらい？500円ぐらいは。いや、お前、500円で、じゃあ、セブンイレブンの、今、チンだけでのやつ、あんなないよ。舐めてんの、お前、チャーハン。そんなんだから、あれ食ってまだ粘ろうとするようなチャーハン愛だから、負けるんじゃないのか。そんなやつと、もう一戦交えられないよ。自分見つめ直してないもん。また弱いままだよ、絶対。チャーハンじゃなく、チャーハンはちょっとまた修行してくるわ。料理は全て繋がってますから。いや、まあ、全然違う料理でしょ？違う料理。お前、料理愛が参加してんだよ。お前の。なんだその言葉。油じゃなくて。名言なのか、それ。しょうもないチャーハン作りやがって。チャーハン作ってないだろ、あれ。作ってるっつう何回も作って試行錯誤して。何回も作ってるだろうな。チャーハンにしか使わない紅生姜があんなに減っているんだから。しょうもない。何回作って、あんな味なんだよ、ね。焼きそばにも添えるから。お、焼きそば勝負すんのか。焼きそばなんか誰が作ったってそんな変わんないでしょ、あんなの。焼きそばはね。わかりました。まあまあ、チャーハンはちょっとまた出直してくるんで、ちょっと別の料理でちょっと僕やりたいのがあるんで、まあ、それは要相談だな。はい。ちょっとまたそんな態度じゃいつになっても戦えません。先生に来ていただいて。あと再生数。再生数を伸びないと思う、伸びてないと思いますけれども、やります、これは。僕の意地と名誉にかけて、一度勝ってるとこをお見せしないと、さすがにみっともないので、あれが辛かった。あんな編集しなきゃいけない自分で。負ける。編集というか。負けるっていうストーリーをね。まあね、もう分かってる、ね。もう分かってんの、あんな、どんないろいろ喋ってたけど、これ負けんだぞ、お前はって思いながら、辛かった。あれもう本当勝てんと思ってたの？勝てると思ってたよ。当たり前じゃん。まあ、そうだよ。本当に自信あったよ。チャーハンに関しては。確かに俺も、怖かった。はい、怖かった。本当に正直。勝負決まってから。はい、勝負決まって、いろんな対策、練習とか考えてきて、いざ、舞台、決戦の舞台に来たら、ガチガチの自分ルールみたいに出されて、怖かったよ。まず、砂糖のご飯とか言われて。ネギと卵と。しか、ダメでーすとか言われて。ダメだもん。全然、使ったこともない、鉄鍋みたいの出されて、使ったらくっついて。怖かった。怖かったよ、俺。あ、これ負けるなっていうな。怯えてたんだ、実は。いや、正直そんな、勝てないだろうな。さすがにこんだけ自信あるし、こいつも。うん。まあ、よっぽど自信ある。相当うまいんだろうな。なと。まあ、じゃあ、もうやるしかないかと。まあ、ほぼほぼ、自分の、いつもやってることにしようと。うん。最初はね、なんかこの、こねくり回して失敗したんだけど、はい、もう失敗してから、はい、まあもうめんどくさい。いいや、いつも通りで。チャッチャッチャッって。そうだな、2回目な。それに編集した？作り直してるけどね。ん？何を？作り直したの？後にした？後にしてあるみたいな。面白く編集してんじゃん。面白く。確認せ。面白く。え？じゃあお前がそうしろって言ったの？面白く編集してんじゃん。このさ、この動画最近流すのどう？もうこれ。いや、もう、あ、なるほど。あ、それの方がいいわ。うん、これも。ちょっとね、これでもう、いくらどんだけ見る人が考えなくて。これ短くしたの、もうツイッターとかで流して。うん。
そう、見られたくない、あれは。そうね。その方がいいわ。まだ。うん。その状態に免疫ができる。でも、すごい。あまりにもみっともない。どんだけ負けどんな向き方したんだちょっとあの、サムネもかっこよくしちゃったから、みっともないかもしれない、あれは。ザ・シェフみたいなのにすればいいじゃん。ザ・シェフってどんだけ。わかりました。はい。じゃあわかりました。これじゃあ前に流しましょう。じゃあ安藤が。いいね。まあちょっともういいです。さらけ出します。僕のみっともない姿を見てください。明日かぐらいにあげる。すごかったんだよね。はい。自信が。はい。ただ僕は、だってさ、企画会議の時に、もう、ね、週1ぐらいしか動画、僕やつね、はい、動画企画は、トークじゃなくて流せないから、うん、まあまあ食ったやつやろうよみたいなことで企画聞いたら、うん、俺なんか3個ぐらいポンポンってあげたら、うん、唯一一つだけ、うん、酒まん何つくわまん黒胡椒酒巻きが酒まんってあだ名やめてほしいなクワマンでしかないからね黒胡椒酒巻きが唯一黒胡椒酒巻きってあだ名つけんなこれ唯一あげたのがブラックペッパー酒巻きしろまだお前ブラッペブラッペ坂巻がブラックペッパー唯一あげたのが俺チャーハン作りたいなそれは俺はもうコロナ禍からずっとちょっとこれは動画を撮らなチャーハンで対決しようや、うん、いやいやお前対もう素人の方でもいないんじゃないかなチャーハン対決を動画にしようとするYouTuber チャーハンは男の美学ですからあ、また言ってる見てくださいね。チャーハンは男。もう見てください。誰しもがチャーハンなんです。チャーハンだけは誰もが作ったことある。惨敗動画が流れるんで。そうですね。まあまあ、ちょっと、また考えますわ。いや、全然僕は懲りてないんで。まあ一回見てください。僕のみっともない姿を。俺は、僕は逃げも隠れもしません。はい。正々堂々と戦って負けました。正々堂々とした。正々堂々としてないだろ。お前ガチガチの。は負けてしまったんだ米大事なんだよ、チャーハン。僕が負けました。何が佐藤のご飯ルールだよ。はい。平等の、同じ平等な正々堂々とした。違うわ。の中で負けたんで、そちらを。なんだ、鉄鍋、まあ。明日ですかね。ぜひ、ご覧ください。ありがとうございました。八王朝して負けたんだよ。お疲れ様でございました。またね。後出しして負けたんだよ、お前は。よし。